はい、こんにちは、ポテリンコです。今日は鹿児島県霧島市国分にある松木食堂さんにお邪魔しています。ちゃんぽんをね、食べて、野菜炒めを食べて、ご飯を食べたいと思います。楽しみです。はい、到着しました。とっても美味しそうなね、ちゃんぽんです。名物ちゃんぽん、とっても美味しそう。ご飯をね、食べたいと思います。鹿児島ならではでね、お漬物もね、登場してます。いただきます。ちゃんぽんのスープからすっごいね、具がいっぱい。あー、美味しい。ほっこり味、懐かしい味のね、ちゃんぽん美味しい。ちょっと具を食べたいな。うん、うん、熱々。野菜がね、いっぱい。豚肉と野菜とね、さつま揚げもね、入ってる。うん、はい、野菜炒めもね、到着しました。すっごいボリューミー、もりもり野菜炒め、美味しそう。うん、つるんとしたね、ちゃんぽんの上。少し最高。暑かった。おいしい。すんごい旨味がね、詰まったスープ。おいしい。野菜炒めも、うん、焼きそば味、ソース味か。これにもう麺が入ったらね、焼きそば美味しい。
麺が入ってないけど焼きそば食べよるみたいや。これ目玉焼きのっけたりしても最高に美味しいと思う。でも熱いけど頬張りたくなる。これはご飯がね進む。ちゃんぽんの野菜のねボリューミングが、野菜炒めね、ふわっとごま油のね香りもねする。おいしい。今日めちゃくちゃ野菜食べとる気がする。ご飯をね、おかわりしました。もう一杯ね、ご飯を食べながらちゃんぽんのスープと野菜炒めをね、食べたいと思います。美味しかった。大分のキッチョム漬けっていう漬物のね味にねすごく似とって美味しい。すごくね美味しい。キッチョム漬けみたい。
味しかった。ごちそうさまでした。とってもね、美味しいちゃんぽんに野菜炒めでした。もう野菜炒めがごま油がふわっと香って、ソースのね、もう焼きそばみたいなね、ご飯ががっつり食べれるね、野菜炒めで、とっても美味しかったです。ちゃんぽんの方はね、とってもね、コクがあるね、もう旨味たっぷりのスープで、野菜もたっぷりでね、もう豚肉もさつま揚げもね、海鮮も入っとって美味しかったです。漬物もね、すっごく美味しかったです。楽しく見てもらえたら、グッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひぜひ覗いてみてください。今日も美味しく楽しくごちそうさまでした。バイバイ。